相追、相追、相追とは、互いに対位になっている二つの対象の間の関係である。二つの対象がある意味で互いに裏返しの関係にあるというようなニュアンスがある。相追の相追は、ある意味で元に戻る。また、二つのものが互いに相対の関係にあることを相対性があるなどと呼ぶ。相追は、数学や、 物理学をはじめとする多くの分野に現れる。なお読みについて、相対を相対と読む流儀もあり、相対と紛らわしい。並行して相対を相対と読む流儀もある。一般には相対を相対相対を相対と呼び分ける場合が多いようである。相対の具体的な定義は相対関係の成立している対象の種類によって、 様々に与えられる。正多面体の相対、あるいは相対関係にある正多面体とは、与えられた正多面体の各面の中心、面心に頂点を取り、それらを結んで作られる立体、これも正多面体のこと。相対の相対は、元の正多面体と相似になる。通常の多面体への拡張は、相対多面体を参照。与えられた平面グラフに対し、 その外面も含む各面に新たな頂点を対応させ、元のグラフでは隣り合う面に対応する頂点同士を結んで得られるグラフを与えられたグラフの相対グラフという。形式的には平面グラフ G イコール、ボルト、頂点集合、E、変集合、解、面集合に対して、その相対グラフは G イコールで与えられるグラフである。論理式として表したとき、 論理和と論理積とをすべて入れ替え、前称記号と存在記号とをすべて入れ替えたものを元の論理式の相追と言い,い、入れ替えて得られた命題を元の命題の相追命題と呼ぶ。相追の相追は元の命題に一致する。元の論理式が証明可能ならばその相追の否定が証明可能であり、ある論理式の否定が証明可能ならばその論理式の相追が証明可能になる。 ボルトを対、形状のベクトル空間とし、ボルトから係数対、経の線形写像、一時形式の全体のなす、ベクトル空間を、ボルトと書いて、ボルトの相対ベクトル空間、または相対空間と呼ぶ。任意のベクトル空間は、その相対空間の相対空間に自然に埋め込まれる。つまりこの埋め込みは、規定の取り方によらない。 特に有限次元のベクトル空間の相対の相対は元の空間と自然に同型である。アーベル群 G から例を除く複素数全体のナス、情報群 C への順同型。これは一時の指標と呼ばれる全体のナス群 G を相対群または指標群という指標の間の演算は写像の値の複素数としての積によって入れる。アーベル群 G が有限の時には、総追群は元の群と同型になり、総追群の総追群、G には元の群との間に自然な同型がある。アーベル群とその指標群との総追性は、ポントラーギン総追の一種である。なお、ポントラーギン総追は、一般には、局所コンパクト位相群で考えられる、総追性であり、有限アーベル群は、離散位相を入れて、コンパクト群。 したがって、局所コンパクトである。さらに、ユーゲガーベル群、G の部分群 H に対し、G の部分群 H を、で定義し、G の部分群ファイに対して、G の部分群ファイをと定義すると、自然な同型が成立する。さらにまた H を、H に対応させるような、G の部分群全体から G の部分群全体への写像は全単者で、イコール H が成り立つ、ファイに関しても同様。 そして有限性や可換性の条件を緩めると問題は急速に難しくなる。与えられた件において、件の対象を共有し者の向きを逆にして得られる。新棚件を元の件の相追件という。また、ある件の対象と意からなる図式で意の向きを逆にしたものを元の図式の相追であるという。件では図式を用いて、主事の概念や対象を定義することが多いが、 そのそうな概念に対し、対応する、相対図式で定義される概念を、元の概念の相対概念と呼ぶ。例えば、直積と名を数や、極限、逆極限と余り極限、直極限は、互いに相対な概念である。電磁気において、静的な電気と磁気、電情と磁場には、相対性が現れる。すなわち、片方についてのある公式が成り立つとき、 他方についても類似した公式が成り立つ。電磁気の相対性の起源をたどると、最終的には特殊相対性理論に行き着く。すなわち、電磁と磁場はローレンツ変換によって密接に結びついている。電気工学においても数々の相対性が成り立っている。相対関係は、数式中の電圧と電流を入れ替えることによって得ることができる。また、 相追性が成り立つ理由の一部は、電気と磁気の相追性に遡ることができる。以下は、電気工学における、主な相追の例である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。